どっちかというと鼻の位置の真横、この顔の中央。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は主永さんのチークということでやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、かのこさんよろしくお願いします。今日も、はい、チーク編でございます。時々ね、お見かけするんですよ。あー、惜しい、この人惜しい、チークの位置ちょっと違うみたいなね。特に主永さん難しいのよ。やっぱりチークの位置で全然人のその人の特徴とかネガティブなものが逆にすごい目立っちゃったりとかすることが多いので、ついついやってしまいがちなちょっと残念なチークっていうのを先にちょっと皆さんにお伝えしたいかなというふうに思います。この色が悪いっていうことじゃなくて、かなこさんはね結構色が白くってくすみもあまりないので、こういう色でも全然構わないと思うんですよ。肝斑がある人とかってこういう色とか、くすみがある人がこういう色を選ぶと、大人っぽい色であんまりピンクとか、やっぱり年がいもないからあんまり可愛いピンク選びたくないわってよく言うんですよ皆さんね。でこういう色、落ち着いた大人の色を選びがちなんですけど、ちょっとこういうオレンジっぽい赤みのあるチークカラーとかだと本当に肝斑さんはねすごく目立ってくる、めっちゃ目立ってきます。はい、なのでここはまず色の問題で言うとそれ注意が必要かなっていうことですね。チークの入れる位置でよく聞くのは頬の高い位置に入れるって、皆さん多分ね昭和世代は必ずそういう風に言ったと思うんですよ。耳に残ってる人多いと思うんですよね。チークを、私この色好きなんですけどね、好きなんだけど今日はあえてこちらを選ばせていただきます。頬の高い位置ね、ここからサッサッサッこういう風にサッと側面からねこうやって頬に入れていくわけです。こういう風に入れてたでしょ昔。入れてました、ね。こんな感じでございますね。はい、普通にチーク入れただけでやっぱ多分こういう風に入れてる方も多いと思うんですよね。何が悪いか、パクコさんわかんない、それ NG じゃないんじゃないのって今思ってると思います。はい、でじゃあこっち、私が推奨する主永さんのチークの入れ方をちょっとこちらでやってまいりますね。ちょっと一つ説明しながらやってきます。今日これかなこさんの、かなこさんが今好きでお使いになってる、もうかなこさんはねもう本当に自分研究がかなり進んでます。最終的には、私がよくおすすめしてるキャンメイクのこういう色、もしくはこちらはカバーマークさんのピンクですね、こっちの色の方がやっぱ肌のトーンも明るく見えるし透明感も出てきて綺麗だなっていうことに行き着いた、はい、っていうことだそうです。特に肝斑とかゴルゴライン、色だけで言うとねゴルゴラインとか、あとくすみが強い人っていうのはこの辺の色をちょっと選んだ方がやっぱりトーンアップするんですよね顔色が、今かなこさんこちらが好きだそうなんで、こちらをちょっと入れていこうかなというふうに思いますよ。はい、主永さんの場合ですね、私が推奨するのはこういうふうに入れた場合何が問題かっていうと、やっぱり側面からこういうふうにこうシャドウを入れてるような形になるので、顔が長いのにここ削っちゃうんですよね。ふわっとここを削ってしまうので、どうしてもここ狭くなって見えてきてしまうっていうのが一つ問題点としてあるかなっていうふうに思います。で私がよくね皆さんにお伝えしている入れ方だとゴルゴラインとか目のたるみのたるみグマが気になる人は少しへこみの上側の方に入れてくださいよっていうふうにお伝えするしてるんですよ。でもそうすると主永さんの場合ってこの下がチークがすごく上に上がることで下が余計長く見えるっていう可能性が出てくるんですね。なのでどっちかというと鼻の位置の真横、この顔の中央、この少し上がったかなっていう、この位置に
丸くふわっと入れるっていうよりも少し横長で入れるのをイメージしてください。いきますよ。この辺りの位置ですね。ここにちょっとふわっと横に入れていきます。なんで横に入れるかっていうと、丸く入れちゃうとほうれい線とかある人いると思うんですけど、丸く入れるとこの下に下がったほっぺを強調させてしまうんですよ。だけどあんまり上に上げちゃうとこの顔が長く見えるのを強調させてしまうので、横に横長で入れる感じです。真横にこういう感じですね。下がらないように横に、顔の中、目の下あたりからふわっと横に入れる感じのイメージです。ですね。なので顔の ここを削ることで顔の長さを強調させないこと、あとあんまり上に上げてこの下を長く見せないこと、それと丸く入れることでほうれい線とか頬が下に下がってる頬を強調させないこと、ということで横に少し入れていくっていう風にしています。まあほんのね、なんとなくのイメージなんだけど、これ結構ね自分では効果を感じてるでしょ。うん、そうですね。ね、そうなんですよね。ぜひこの入れ方参考にしてみていただけたらいいかなという風に思います。はい、ではバイバーイ。